こんにちは。バイクジャーナリストの小林幸です。ようやく待ちに待ったですね、ハンターカブ、ようやく今日乗れることになりました。まずは足つきチェックからしていきたいと思います。早速ですが、私のスペック、身長は160センチです。そして手足がですね、普通の方よりもちょっと短めで、手もですね、足も160センチ台の方より4センチずつ短いそうなので、まあどちらかといえばというよりも完璧に短足短腕の私なんですけれども、こちらですね、ハンターカブスペックを見ると、もうすでにですね、800ミリという数字を見て、まあつかないよね足って思いながらですね、今日来たんですけれども、ちょっと前に回ります。このシルエットを見るとちょっとこじんまりとした風に見えますけれども、シートがですね、結構広いんですよね。あとはこのハンターカブの特徴として、アップタイプのサイレンサーになってますので、その分もですね、結構ここが広くて、もう自分の胴体よりも幅が広いです。ちょっと前に回りましょう。サイドスタンドのままでももうこんな状態ですね。私のまた下はここにありますが、ちょっとね、見るからにシート高は高いんですけれども、とはいってもですね、カブ系なので車体も軽いですしね。それではまたがっていきます。ハンドルはですね、クロスカブよりちょっと高い位置にあるような気がいたします。でもまたがってみたらどうなんでしょうか。さて、とりあえずそのまま行きますが、もうね、サイドスタンドで、自分がちょっと真ん中に座れないぐらいの感じです。つま先立ちでようやく座り込める感じなんですけれども、もうね、車体を起こすのは簡単です。もうベリーイージー車体がね、やっぱり装備重量で120キロってもう本当に軽いので、何にもしなくても起きちゃう感じですね。ただし両足を出そうかなと思うと、まあですね、ちょっともう私の足、座る位置をちょっと前側にしたとしても、両足はちょっと私の足の長さでは厳しいです。で、今ですね、またがって気がついたんですが、まあ、いわゆる 1G という、自分が、ライダーが座って、体重がかかった状態の前後差すの沈み込みっていうのが、あんまりっていうか全然ない感じですね。結構固く作ってあるんですね。その辺はクロスカブと全然違いますね。やはりファンライド向けだと本田さんも言っているんですけれども、ちょっと本格的な走行も対応しますよということなんだとも思います。なので沈み込みがない分ですね、この800ミリを結構感じております。ギリギリ、まあつま先、つくかつかないかぐらいですかね。なので、まあ、しっかり倒れないように足で支えるために、こうちょっとお尻をずらしたとすれば、まあ、踏み替えの時にですね、お尻をこのシート上でずらしたくなるなという感じなんですが、シートそのものは、まあ、綺麗に丸みを帯びています。滑りがいいわけではないんですが、まあ、とにかくもう本当に車体が軽いので、なんか何をしようが大丈夫そうな感じですね。はい、多少っていうか、めちゃくちゃグラグラしても多分あーってなってもある程度支えきれると思います。はい、ではですね、この、まあ、カブなんでね、サイドスタンドを払ってみたいと思いますが、おそらく難なくいけるでしょう。しっかりヒゲも出ています。はい、まあ、ちょっと確かにね、クロスカブとか、まあ、カブの125とかあの辺りに比べると、あ、いなくなってしまったやはり少し遠い感じはいたしますけれども、でも使い勝手のいい位置に取り付けられてますし、そのヒゲもですね、ライダーをちゃんとこうサポートする位置までしっかり伸びております。ハンドルの位置もね、やっぱりこうやって改めてまたがってみると、
クロスカブよりは結構こう高い位置にあるのかなという気がいたしますけれどもね。で、シートもですね、なんかあのクッションそのものもなんかしっかり感があります。ちょっと硬いのかなという気がしますね。はい、ということで、それではですね、せっかくなんで、メインスタンドもついてるんで、ちょっとメインスタンドをかけてみます。この辺りもですね、初代のハンター株というのが、1963年に発売されたということなので、その50年以上のね、歴史をがあるですね、ハンター株ですから、きっと使い心地がいいに違いない。はい、掴むところもたくさんあってですね、この後ろ、今のところ2台形式になっていますが、クッションも別で付けられるんですけれども、シートの後ろも掴めますし、それからこの2台の横もしっかりグリップが掴めるタイプになっています。で、そこからですね、引っ張ります。せーの、結構重いかな結構重いけど、まあコツをつかめば、今ですね、ちょっと向こうに行っちゃったと思っても引き戻せるぐらいのこの軽さ。もう一回行きます。踏みます。そして握ります。ちょっと重いちょっと最初の踏み込みが結構重いんですけど、押すのは、押し出しの方のがなんか普通です。普通、最初の一歩がなぜ重いのかな、違うとこ持ってみますね。せのここだとちょっと力がかからない、後ろですね。はい結構後ろめに体重をかければスッと上がるみたいですね。はい、ということで、今ですね、メインスタンドをかけたんですけれども、こちらハンターカブはちゃんとですね、タンデムできるんですよね。なのでちょっと後ろも座ってみようかなと思うんですけれども、お隣に違う色のカラーでですね、今タンデムシートを積んであるモデルが用意されてますので、そちらでちょっとまたがってみたいと思います。はい、これね、色がね、あの赤い方はツヤあり、そしてこちらのですね、カーキと言わないのかなこちらツヤ消しの塗装になってます。ではまず、あれ、あ、なるほどちょっと今一個気がつきました。若干握りづらいところにヘルメットホルダーが後付けでついています。はい、ではタンデムステップは、なんかタンデムステップもなんかしっかりしますよね、これね。はい、では後ろに座ってみたいと思いますが、どうすればいいのかな。このままこう行きます。せーの、よっ、結構座り心地いいかもしんないです、これ。おお、思いのほかですね、このシートのふかふか感と、そっか、幅が、まあ言ってもまあこのぐらいなんですけど、かなり広、しっかりと広くですね、座面があるので、なんかタンデムライダーさんもないがしろにしてませんという感じの広さですね。これはいいかもしれないです。で、タンデムライダーさんもこのライダーのシートの後ろ、ここですね、ここにグリップがあるので、まあ、そこもちゃんと掴めます。掴んで、自分をホールドすることもできるし、手が少し長い方だったら横のグリップもですね、掴むことが、まあ、できます。で、皆さん気になるこのサイレンサーのね、ところなんですけれども、ちょうどこのタンデムライダーがまたがった時にこのふくらはぎがですね、当たるんですけども、そこはもう二重にカバーがされていて、でそもそもこのパンチングメタルと本来のサイレンサーというのは結構離れてるんですよね。
なのでまあその熱で溶けちゃうとかそういうことはないはずです。まあ暑いかもしれないですけどもね。でもここは心配いらないんじゃないかなと思います。で、左側は実はですねツールボックスとかエアクリボックスあたりがこうふくらはぎのところにあるので、なんかねニーグリップとも言わないんですけども、そのふくらはぎグリップができるようなこう物体がちょうどそこにあるんですよね。なのでこうなんかガタガタしたところで後ろのライダーさんがいてもしっかりこう足元踏ん張れるような感じになっています。ということでタンデムライダーインプレでした。